今日の時間に入りたい。先日ね、で最初にそういう中でそのいわゆる禅の世界の人たちが修行をするときにね、その要は今でも未だにお寺は寄付してくれと言ってくるわけですよ。なんか行事をやるために寄付してくれと。でそれに対してそのクレームをつけたのがバイサオブっていう人なんですよ。この大涌バイサ流の階層なんですけど、でこの人はいわゆる僧侶が勉強をする修行をしているときに骨敷きをやって修行をしているとは何事かと。その要は骨敷きというのは骨敷きです。でそれは何を指しているかというと托鉢って言って、ほうと言って回ってお米をもらったりお金をもらってそれで生活をしながら修行してる、勉強してる。でそれを社会が許してるからって言ってそのままそれを受けてやってることがおかしいって言ったんですね。一日働かざる者一日食うべからず、要は自分の肉体を維持するのは自分の力で維持しなさい、人から物をもらうことを当てにしてやったらあかんということを言うんです。で大涌を破門になってしまう、破門されるで、この辺に住んでたんですよ。では隣の寺もそうだし、こっち側も聖国寺もそうだし、でもうちょっと上行くと四川堂とかあの辺りに梅沢がいて、オープンカフェってなったんですよ。お茶の道具を持ってってそこでお茶を飲ませて、茶銭はくれ次第、それは思っただけでただのも買ってただよりは負け申さんと、まあ、ただもええやと、でもそれよりは負けられん。で一日の竹筒に一日大体これで今日飯食えるなと思うだけが入ったらもう店を畳んで数千円と料理に戻ってその勉強したんですね。でそれが前沢の勉強の仕方だった。でこの人がずっと弟子たちに言い続けたことがいつも言ってる5つのこと。一番人生にとって一番大事なことは健康であることだ。健康であること。二番目が長生き。長生きが先には来ない。健康が一番だ。健康なら長生きしなきゃ。そうや。で三番目は身を養う。要は人から物々と生きてたらあかんと。自分で働いて、そんなたくさん儲けなくてもいいけど生きる分だけは自分の会所で生きなさい。それができたら芸術を楽しむ。4番目で最後はどんなに健康で長生きして楽しい人生であったとしても必ず死ぬんだ。死ぬっていうことだけを常に頭に置いておきなさい。それがあれば一日を精一杯生きられる。いずれ死ぬということが分かってたらより生きられるから、まあ、こういう意味でこの5つのために人生があんなという教えをやったのがその大涌梅沙流の階層のいわゆる教えなんですね。でそれがもう今になってもう本当によく分かる。だって戦後の日本、まあ、第二次世界大戦後1945年以降のことを言ってるんですが、日本は長寿社会を目指してしまったんですね。健康社会やなしに長寿社会を目指す。その結果長寿にはなったけれど、長寿ではあったけれども、いわゆる健康でなく長寿でいる人が多いから医療費は崩壊してしまう。年金だって今年金を受給してる人の何割が寝たきりか分かるかすごい数の人が寝たきりで年金持てんだよね。いや寝てるから戻ったらあかんということではないけれど、少なくともお金は生きてない。でそれはやっぱりその今言ったように順番を間違えて、コンセプトの順番を間違ったばっかりにあらゆるものが狂ってしまったっていうのが、まあ、現状だ。だからここでこのコロナ以降で我々はそのコンセプトをちゃんとしたものに戻していかないと。それからその生き方も全部そういう意味ではちょっと考えていかないでということを今すごい思ってて、
まあ、オリンピックもどうなるか、国民の7割が反対したらやってられへんやろ、いくらあれやって。で、まあ、森さんもね、なかなか愛嬌のある人ですね。で、なんか女性蔑視のようなことを言うたって言うて問題ない、言うたことが問題だとは思ってない、そう思ってることに問題があるんだよね言おうが言おうまいがだけど言ったことを問題にしてるから、こんなものは絶対解決しないです。例えば言葉でいくら言うたって腹の中で思ってな なかったらいいわけですよ。で、まあ多分思ってるから言うと思うけどね、あれはそう。だけどちょっと問題にしてる場所を、ま、ピントが外れてるような気がする。要はあのことで分かるのは何かというと、森さんがどうかとか、世界がどう日本を思ってるか、そんな問題はない。日本の世論が未成熟なんです。それを露呈した我々世論の側が未成熟なんですよ。そうじゃないとあんな人を選ぶわけないんです。あの人を選んでるってことがもう世論が未成熟だから、反省するのは森さんではない、我々日本国民だ。世論を形成してる側が反省することだけど、世論は全然反省しとらへんわね。森さんを責めとる。だからこれでは日本は良くならない。要は世論が未成熟だということに気がつかなかったます。もうなんか分かるもんね、そうやろうなって、あの人はそう思ってるやろうなって、そう思ってる人で根回しというね、根回しが上手でやってごらん。世論が一番責任があって、その次に責任があるのは森さんが発言している会議に出てる人ですよ、うん、その人たちが何も言ってないってことでしょ、うん、まあ例えば僕が少なくともそこの会議に出たら絶対そのことに対してその会議でクレームつけるよね。でそれ誰もやったら、要はで言いそびれたとかっていうことを言うてるらしいけど、そんな問題やない、会議なんやから。会議の場所で発言したことを会議に参加してる人が反論してないっていうのは絶対おかしい、うん、で、まあ、そういうことを思ってて、会議に出てる人の責任ってすごく重い。それからもう一つは、そのいわゆる世論を形成してる一般の国民の未成熟者や、あれを言うなら世論がもっと成長しないとダメ。まあだから、まあ再びああいう人を選ばなくなればいいし、